ゲービン・ハミルトンによる肖像画第6代ハミルトン公爵及び第3代ブランドン公爵ジェームズ・ハミルトンはグレートブリテン王国の貴族1743年までクライズデール公爵の儀礼称号を使用した第5代ハミルトン公爵及び第2代ブランドン公爵ジェームズ・ハミルトンと一人目の妻の息子として1724年7月10日に生まれた 1741年2月23日に、オックスフォード大学セントメアリーホールに入学。1743年4月14日に DCL の学位を習得した。1743年3月2日に、父が死去すると、ハミルトン公爵くらいとブランドン公爵位を継承した。1755年4月8日、失する勲章を授与された。 1753年から1755年までフリーメイソンの一員としてロッチ・ハミルトン・キル・ウィニングのライトワーシップフルマスターを務めた。1758年1月17日、オックスフォードシャーのグレート・テューで死去2月にハミルトンで埋葬された。息子、ジェームズ・ジョージが爵位を継承した。1752年2月14日、エリザベス・ガニングと結婚。 に何一条を設けた。エリザベスは1776年5月20日に、クレートブリテン貴族であるハメルトンのハミルトン男爵に著された。ありがとうございます。